じゃ特に白もいなさそうだから一人で行くか、ボスさん。それにしてもすごい黄金の装備だ。白サインないもんね。よし、いや、一人で。この装備なら一人でも行けるっしょ。ブラッドボーンの聖杯ダンジョンのチャリスとほとんど一緒じゃないかっていうくらい似てるな。結構好きなボスなんだろうな、これが。地味に曲がいい。打撃に弱いはずだから短期決戦でいくぞ。ああ、中入った。さあ、これ腕のちょっとでも内側に入っちゃうと即死か。常に 腕の外側にいなきゃいけないのか。ちょっと調子乗りすぎたね。ちょっと調子乗りすぎたね。失敗した。腕は常に内側になってる。最後には特にない。よし、一人。一人でも全然 OK。自分の納得のいくキャラを俺は作りたい。150レベル、まあ150レベルまではいかないと思うけど、まあ、脳筋でというか筋力補正のメインで奇跡の攻撃手段もある程度は使えるようになりたいってやっぱ考えると、少々は高レベルになってもしょうがないから。技量系奇跡のキャラっていうのは今までも散々作ってきたから、それじゃやっぱちょっと面白くない。今までとやっぱり今までのシリーズとは違うキャラを作りたいから、ね、やっぱり。よし、ちょっと処理落ちしてるけど大丈夫か。もう一回飛ばすぜ。でも捨て場もでも中に入った瞬間即死？移動するときどうすればいいんだ？一回奥まで引いてからじゃなきゃダメなのか。難しいな。二人いればな。二人いればさ、片方の方は右側に寄って、片方は左に寄ってっていう風にさ、できるんじゃないと思うけど、一人だとさ、一人で移動しないといけないからきついよね。でもローリングしたからきついな。結構これ地味だから結構体力かかってそう。ちょっとでも内側入ったら即死か。息はーってやってなくて結構難しくない？そう考えると。このやっぱり相撲のハンマーは強いね。打撃属性だからほんと一瞬でリング破壊できる。それはいいんだけど、やっぱり
死なないようにすることの方が最終なんですよ。血は入ってないんですよ。このボス戦の曲すごいあれに似てるな、無印の4人の攻防だけど、よし、これでついにイルシールかな。イルシールに行けるね、これで。カサスは多分これ全部探索が終わったはずだから、イルシールだね。よっしゃ、よし、イルシール行くかな。そしたら